聞いていると思うが、俺たちアルファチームの主な役目は進行拡大を目論むベノムズ主力の撃退だ。ベノムズによる進行の勢いはやむどころか日に日に増している。これ以上の進行を許すわけにはいかない。要は向かってくる敵を片っ端から切る。わかりやすくて助かるぜ。
Thank you.
舐めてんじゃねえ。
はじめまして。僕は八神ライト。今日から君たちと共にこのベースキャンプで活動することになった。と言っても君たちとは違って強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。僕はただの人間さ。僕はそろそろ行くよ。それじゃあまた。いいさ、今はまだ。
やるぜ。
ベノムズの出現だ。アジアエリアのガーラから救援要請があった。みんな集まってくれ。どうした？いや、なんでもねえ。今回の任務はナルトたちと君に行ってもらう。よっしゃ。今入った報告によれば、ガーラがベノムズの指揮官と思われる男を見つけ、敵の本陣へと向かったとのこと。ガーラの王子、一人で乗り込むなんて無茶しやがって。行くってばよ。随分と堂々とした。ちょうどお前の力を示してみろ。転送完了しました。事態は一刻を争う。頼んだぞ。ったく、
簡単に言ってくれるぜ。ビビってるのか、ナルト。俺を誰だと思ってんだ。未来の火影をなめんな。ここで足止めを食らってる場合じゃねえ。行くぞ、サスケ。よし、先を急ぐってばよ。そう簡単には行かせてくれないようだ。お前たち、
ここは俺に任せてさ、先に行け。子供は俺けど心配するな。さあ行け。分かった、頼んだぜサスケ。この程度か、期待外れだ。ナルト、どうやら間に合ったらしいな。さあ反撃開始だってばよ。ナルト待て。え、同じやつがもう一人。一人なら俺も苦戦などしない。影武士、いや、そういうわけじゃなさそうだな。手ごわいぞ、注意しろ。なんだ、どうなってんだこれ。まさかこれって。ああ、どんな仕組みか定かではないが、キューブが集まり奴の肉体を形作っている。またこんなの反則だってばよ。文句を言っていても仕方ない。行くぞ。キリがねえ。こいつあと何人いるんだよ。何？悪いね。まだ終わりじゃない。緊張感のあるいい目をしている。よくもガーラを。
くってばよ。他の誰かのために 120% の力が出せる。それがお前たちの強さか。こいつも本物じゃないのか。カイン、それが俺の名だ。カイン、まさかこれで終わりだと思っていないよな。めでたい奴らだ。貴様らがすがる正義や仲間などという言葉がいかにくだらないものか気づかせてやる。Okay.
コスミックキューブ。了解しました。回収シークエンスを起動します。回収完了。ナルト、また助けられたのか。あんまり心配かけんなよ。一時はどうなるかと思ったが、よくやってくれた。長官、ベノムズを指揮していた男、カイン。奴がこの世界を混乱に陥れた張本人なんでしょうか。正確にはわからないが、その可能性は高いだろう。あの男の持っていた黒い本の力も気になる。奴はあの黒い本を使って自らの強い悪意をコズミックキューブに注ぎ込み、それをベジータやガーラに埋め込むことで彼らを操っていたのではないかと考えられる。みんなは引き続き仲間の救出とコズミックキューブの回収を進める一方で、ベノムズの指揮官カインが持つ黒い本についての調査も進めている。それがこの世界を救う鍵となるかもしれない。みんな集まったな。我々の戦力増強が急務だが、先の戦いを踏まえこれについて調べてほしい。これはガンマチームのメンバーによって撮影された映像だ。この男、カインが持つ黒い本、正体は不明だが恐るべき力を秘めているのは間違いない。ガーラがこの本の力によってコズミックキューブに操られたこともそうだが、先の戦いで脅威となったトグロのレプリカたち、その出現にもこの本が関係していると思われる。今回の調査はルフィ、行ってくれるか。おう、任せろ。各自の健闘を祈る。